どうも、ゆうまです。日本一周を目指すスバル R2D2 号を沖縄で制作しています。皆さん、お待たせしました。スバル R2D2 号のデザインがほぼ決まったので、皆さんにお見せします。まあ、ちなみに、インスタグラムやツイッターではすでに公開してるんですけどね。ですので、マジかよ!最新情報を知りたかったのに乗り遅れてるじゃんって思った方は、ツイッターとインスタフォローしてみてもいいかもしれません。で、ちなみにインスタとツイッターをフォローすることで3つのメリットがあります。1つ目が最新情報をゲットできること。そして2つ目が僕の発言から僕の考えや思考だったり、僕がどんな性格なのかっていうのをもっと知ることが できるかと思います。で、3つ目のメリットがインスタやツイッターの方がコメントでのやり取り、コミュニケーションが取りやすいってことです。まあ、それらを踏まえてフォローしてみてもいいかもしれません。あ、ちなみになぜスバル R2D2 かっていうのを補足しておくと、今現在僕の R2、スバル R2 が黒色なんですけど、もともとはその前の R2、青いやつに乗ってました。で、青い R2 といえば、青い R2、あー、スターウォーズの R2D2 っぽい。じゃあその車で旅しようってことで R2D2 にカスタムすることに決めました。まあ、なぜ日本一周するかっていうのは、また今度お話しするとして、今日はスバル R2D2 に焦点を当てたいと思います。で、もともと青い R2 に乗ってたんですけど、それを途中までこの R2D2 にカスタムしてたんですよ。そしたら、なんと、ひどいサビが見つかって、廃車せざるを得ませんでした。で、その結果、廃車にして、でもこのプロジェクト、やめるわけにはいかない。周りに応援してくれてる友達や、知り合いの人がいる。そしてこの物語を YouTube を通して届けたい、ブラジルにいるスインチャっていうお世話になったブラジルサッカー留学時代のリョーボさんがいるんですよ。その人たちのためにもプロジェクトは続けてやる、逆境にも負けないっていうことで続けてきました。で、その結果2代目のスバル R2 黒いやつを購入してカスタムをちょっとずつ続けてってプロジェクトが進行中です。で、この R2 黒いやつを購入するにあたって、スバルといえばやっぱ四輪駆動じゃないですか。で、珍しい個体の5速マニュアルの四駆の車体を見つけて、このプロジェクトのベース車として購入しました。そっから今いろいろ空力とか内装のカスタムだったりどんどん続けてきて、最終的なデザインのパートに入ってるというわけです。で、今黒い R2 なんですけど、内装が R2D2 の青と白の色になってて、外装が黒なんで、それを有効利用しようということで R2Q5 が浮かび上がってきました。こんな感じです。黒がベースなんで、これにブロンズ、銅の色をところどころに追加していけば R2Q5 のデザインにできるかと思い、これを採用しました。で、トミカでスターカーズっていうスターウォーズを基調とした車、デザインされた車があるんで、それをお手本にして今回デザインしました。で、以前にフィットハイブリッドのエヴァンゲリオンをモチーフとしたフィットハイブリッドに乗っている香港人の友達のウィンさんっていう方、その方めっちゃデザインすごいんで、ウィンさんにも手伝ってもらって一緒にデザイン考えて、で、僕がパソコンでいろいろ編集して今回のデザインがほぼ完成しました。というわけで、それを見ていきましょう。まずはフロントからです。よく車の顔と表現されるように、非常に重要なポイントなので R2Q5 の顔を意識してデザインしました。それがこちらだ。 1,2,3 R2Q5 の頭はR2D2 と比べて少しおとなしめの配色なので、そのまま R2 に採用すると地味になってしまいます。そこで R2D2 のデザインを採用しつつ、色は R2Q5 のものにしました。これで遠くからでも分かりやすいかと思います。お次はサイド。ドアの面積が大きすぎてデザインしにくいんですけど、ここはウィンさんが想像力を発揮してくれました。それがこれだ。 1,2,3サイドのデザインのポイントは、車好きがチューニングショップのステッカーを貼るように、代わりにトミカなどのステッカーを貼っているところです。ここにスターウォーズのステッカーも含まれるので、R2Q5 はわからない人でもスターウォーズだと予想してくれるでしょう。もう一つのポイントとしては、
給油口の蓋の部分にさりげなく R2-D2 のステッカーを貼っているところです。そして忘れていけないのが、この車がスバル車であることと、床下フラットなど空力スペシャルの R2 であるということです。よってその証明として STI のステッカーをリアスポイラーに貼っています。最後がリアのデザインです。こちらはすでに R2-Q5 のデザインにすることを想定して、バンパーの空力ダクト周りをメッキにしたりしています。さらにリアディフューザーと左右出しマフラーで幾分かは目からしい見栄えになっていますね。それがどうなるか見てみましょう。 1,2,3 リアのデザインは R2-Q5 の胴体を意識したものにすると同時に、この車が R2-D2 号で YouTube をやっていることをアピールしています。それが R2-D2 というエンブレムだったり YouTube のステッカーです。リアに関してはバンパーダクト加工の時点で先を見越してデザインしていたので、それを生かすものとしています。行き当たりばったりかと思われがちな僕の性格ですけど、実は少し先の未来を見据えて行動しています。いかがでしたか？ R2-D2 をコンセプトとした車はググったら出てくるんで、世界中に何台かはあるみたいなんですけど、 R2-Q5 はググっても出てこないんで、多分世界初になるかと思います。そうなってくるとまたこのプロジェクトが注目を集める可能性高まってくるんで、さらに面白くなると思います。あ、ちなみに R2 を R2-D2 にしようと思ったのは単なる思いつきですけど、それを採用するに至ったのには訳があります。スターウォーズっていうのは世界的にファンを持つじゃないですか。で、そのスターウォーズの中のキャラクターの R2-D2、 それを採用することによって、この日本一周のプロジェクトが世界中のファンに認知される可能性が高まるじゃないですか。そうなってくるとこの旅がさらに面白くなります。なぜかというと、旅っていうのはやっぱ一人でほっそりと旅するよりも、いろんな人とのつながりから面白いストーリーが生まれます。それは僕が身をもって経験済みです。ブラジルを友達を訪ねて放浪したりとか、ブラジル人の友達に誘われてバリの旅を1ヶ月間やったりとか、その時のハプニング集的なストーリーは電子書籍にまとめて出版してるんですけどね、最近また久しぶりに読まれ始めてちょっと嬉しいんですけど、まさかは置いといて、そんな感じでやっぱ旅っていうのは人とのつながりから面白いストーリーが、感動とかも生まれます。ということで、出発してから YouTube を始めるよりも、今こういう車を作ってますっていうことで、 R2-D2 しかもそれを作って、で目につく可能性を高めることで、やっぱ旅の道中でいろんな人とつながったり、チャンネル登録者の皆さんと出会ったりとか、そういうストーリーも生まれてくると思います。そういう考えもあってスバル R2-D2 にしてるわけです。あ、それともう一つ言い忘れてましたけど、このユーマーズライフチャンネル登録者数が700人に到達しました。パチ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 、ありがとうございます。皆さんと一緒に達成した700人、嬉しいですね。しかも予想通り年内に達成できました。嬉しい。これで今年もやり残したことはない。来年も一緒に頑張っていきましょう。それでここで来年の報告をちょっとしておきたいんですけど、さっき人とのつながりって面白いストーリーを生むって言ったじゃないですか。その例として、香港人の友達のウィンさんのつながりの友達、彼が、東京オートサロンの特別招待券をもらってたんですけど、行けないってことで代わりに僕とウィンさんが行くことになりました。マジで東京オートサロン行くとか考えたことないんですけど、もうこれはラッキー。チケットを譲っていただいた方には感謝ですね。ありがとうございます。ということで、まあ、この僕のチャンネルでオートサロンの模様を紹介できるか分かんないんですけど、もしかしたらショートとかそういう簡単な動画になるか、まあ、そこは分からないですけど、とりあえず皆さんにお願いしたいのが、もし東京オートサロン、初日金曜日に行くことになってるんですけど、その時にもし僕のチャンネルを見てる方で行く方がいらっしゃいましたら、声かけてください。よろしくお願いします。なんかそういうつながりまたあったら面白いじゃないですか。ということで、来年も面白いことになりそうだ。まあ、まずはしっかりと R2-D2 号のデザインを外装に施してって車を完成させること、そっからいろいろ旅の準備をして出発っていう感じですね。モチベーションが上がってきた。というわけで、今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。このプロジェクト面白そうだなーって思った人は動画の高評価と、まあ、片足を突っ込んでおくっていうノリでチャンネル登録もよろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回。バイ。